テングス病は樹木、野菜、草花などに発生し、茎や枝が異常に密に生えてきます。樹木の場合は枝から巣のような形でたくさんの小枝が生えてきます。病名はその症状が天狗の住処とされる場所に似ていることに由来しています。野菜の場合は葉が黄色くなって株全体がしおれ、葉と茎の接続部分の短い小さい葉が株元から無数に生えてきます。樹木の場合は発病部分はコブ状になり、その先の枝の生育が悪くなります。小枝にはほとんど花芽がつかず、葉も貧弱になります。野菜や草花の場合は葉が黄色くなって株はしおれ、株元や茎から葉と茎の接続部分が短い小さな葉を生じて、生育が極端に悪くなります。テングス病の病原は様々で、発病する植物の種類もそれぞれ異なります。いくつかに分けることができます。一つはファイトプラズマという細菌の寄生によるもので、さつまいも、豆類、三つ葉、霧などに発生します。二つ目は糸状菌の寄生によるもので、桜などに発生します。三つ目は炭疽菌類サビ菌目の菌の寄生によるもので、モミやアスナロなどが代表的です。その他にも炭疽菌類モチ病菌の寄生によるもの、ツツジテングス病があります。糸状菌による病気は、周辺から飛んできた病原菌の胞子が枝に感染すると起こります。病気は徐々に進行し、2年から3年後にはっきりとした病状が現れます。ファイトプラズマによる病気は昆虫の媒介で発生します。感染した植物の汁を吸って病原菌を持った昆虫により、病原菌がもたらされます。糸状菌の寄生によるものは、病気の枝をコブの部分も含めて切り落とし処分します。枝を切った後は樹木の切り口に殺菌効果のある油合剤を塗っておきましょう。ファイトプラズマによるものは殺虫剤をまいて媒介虫を駆除しましょう。薬剤を使用する場合は、対象植物を病気や害虫から守り取り除く方法と、その薬剤の使用条件が合っていることをラベルなどで必ず確認してください。野菜や草花などは発病を見つけ次第株ごと抜き取り、離れた場所で処分しましょう。周辺への伝染を抑えられます。落葉樹の場合は特に冬に見つけやすい病気です。定期的にチェックをして病気の早期発見につなげましょう。